はい、途中でね、切ってしまってすいません。ちょっとね、家族からの電話かかってきて、ま、ちょっとね、近くで火事があったみたいで、ま、あれですね、気をつけろってことですね。はい。火事があっても、ま、続けます。私にはその使命がある。それを全うしなければいけません。ということで、あれ、もう一掃したのかな。まだですね、中を一掃しなければなりません。監獄、誰か閉じ込められてるのかな。いや、さっき防災無線でね、ちょっと言ったんですけど、これは驚いた。おお。結構強いっすね、三毒さん。もう意地悪すんのはやめてよ。うん、やっと眠ってくれたか。早っ。まだ見つかってないと思うんですけどね、完璧に。身ぐるみ剥がしてる人はみんな裸なんですね。変態ばかりだ。お前はプロレスラーかなんかか。赤い顔をして、うわやばい、死んじゃう。プロレスラー強い、アジャコングみたい。うわー、死んだ。殺されましたよ。くそー、むかつく。いや、強いですね、アジャコング。まだレベルが低いのかな。これで、まあ、動画でやられるのは2回目ですかね。くそ、今度は負けないようにストーンフレッシュしていこう。ビールを3杯飲み干すと、多くは顔をしかめているふうに別れを挨拶した。それで実際何者かが死ぬことになるとは誰も気づかず。これは驚いた。また同じこと言ってる。なんで出来損ないってわかるんだい？ほら。あんたの集団はホワイトっていう名前だね。うわ、またアジャコングですよ。しかも、あれ、2対1とは卑怯な。さっきよりも状況が悪いですね。痛い。彼女は待ってるわよって言って。強い。よし、倒した。問題はこいつですよ。ダークアジャコング。ダークですよ、ダーク。ダークネスアジャコング。くっそ、貴様。なんでこれはガード効かないんですか？うわ。どうだ、ほら、危ない、ほら、うわ、
とどめだ、よし。処刑だ。いやー強かったっすね、ほんとに。こいつらの強さは半端じゃないですね。牢獄を解放ですよ。よし、まあ一掃できましたかね。